M65 280mm カノン砲、普天間地区で発射準備のできた 280mm 原子砲、M65 280mm カノン砲は、アメリカ陸軍が戦後1953年から1963年まで運用していた野戦銃砲、核砲弾射撃を任務とし、アトミックキャノンと呼ばれた。 1955年4月から1962年12月まで西ドイツ、韓国、沖縄に配備されていた。1953年に行われたアップショットノットホール作戦グレーブル実験 M65 280mm カノン砲で発射。核出力は広島に投下されたのと同じ1 5キロトン。メディアを再生するアップショットノットホール作戦。 グレーブル実験のビデオ陸軍のピカティニー・アーセナルにて1949年から開発が開始された。当初は合計 240mm 程度で検討されていたが核兵器の小型化に限界があり合計 280mm となった。1953年から配備が開始されている。M65 は自力移動はできず、法の前後には コンチネンタル製 AO-895 から4、ガソリンエンジンで駆動する2両の特製トレーラー、M249、M250 を連結し、移動を行った。移動状態から射撃状態への変更は約15分かかり、移動状態への変更も同程度の時間を要する。1953年5月25日にネバダ核実験場にて、 w 級核砲弾の実射を伴う核実験が国防長官や統合参謀本部議長列席の下で実施された。核砲弾の実射試験はこの1回のみである。M65 は20門が生産され、ヨーロッパと韓国と沖縄に配備された。敵の目標とならないために設置位置は頻繁に変更された。1955年10月25日。 ギノザのキャンプハーディで死者を行った際、100メートル、先の松田小学校の児童4人が衝撃で飛び散った、ガラスが突き刺さり怪我をする事件が起こった。また普天間飛行場でも M65 を射撃していた、米軍の記録写真が公文書館に残されている。米国国防総省によると、沖縄には1955年12月から1960年6月まで、 配備されていたとある。配備核砲弾は1952年から W9 が用いられ、1955年から1957年にかけて改良型の W19 に更新された。W9 及び W19 は両方とも80発が生産されている。核兵器の小型化やミサイル搭載などにより、M65 は旧式化したが、 1963年までは配備されていた。ありがとうございます。